行きましょう、はい、皆さんこんにちは、じまチャンネルでございます。私は今どこにいるかと言いますと幕別町運動公園競技場に来ております。今日はトカチスカイアースの練習ということで、練習前に少し取材をさせていただきます。トカチスカイアースは、来月11月の12、13、14日3日間かけて JFL 参入をかけた地域チャンピオンズリーグという大会に出場します。それに向けて、猛烈に調整しているところでございます。勝って JFL 昇格ぜひ掴んでほしいと思います。今日は簡単に取材させていただきます。トカチスカイアース背番号9番山下亮介選手です。どうもよろしくお願いします。ハードワーク、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 そう、ハードワーク、ハードワーク。それで、地域チャンピオンズリーグっていう大会なんですけれども、まずはですね、地域リーグというものがありまして、そこが9地域に分かれてます。その中の、リーグがありまして、1位のチームが9個集まって、プラス9プラス、3チーム他の枠から入って、全部で12チームで戦います。リーグです。で、3ブロックに分けてリーグ戦をやり、1位チームは決勝ラウンドに行くんですけど、2位の中の1位、一番勝ち点が多いチームが、もう1個入って、決勝ラウンドは4チームでやる大会になっております。で、そこで、優勝したチーム、決勝ラウンドで優勝したチームと準優勝したチームが JFL に昇格できるという流れになってますね。なるほど、9地域から代表が集まります。プラス3チーム、12チームで3つのグループに分けてリーグをやって、そうです、決勝リーグ、決勝ラウンド、はい、そこまで行きます、はい、4チーム行きます。そこで上位2チームが JFL に昇格。そうです、過酷な戦いですなかなか険しいですね。険しいね、はい、険しい。で、地域チャンピオンズリーグには出場、今年も出場、よし、スタートラインに立ったってことです、はい、ちょっとそこの要は J リーグのところから説明しようかな。要は今山下選手たちがいるカテゴリーっていうのが、まあ同リーグ、その次がもう JFL か、JFL、で、その次に J3、J2、J1、まあ、今、コンサドーレだったりがいるところがまあ J1 で、ここの J3 から一応プロってやったり、 J リーグだから、もうここからが要は、まあ、JFL って言ったらまだ仕事しながら、まあ、アマチュアでやる方たちの方がやっぱ多いよね。プロ契約もあるよね。多少あると思います、うん、チームによっては、まあ、なので、もちろんトカチ自体にそういうチームができるっていうのもすごい魅力でもありますし、やっぱりそれをね、もっと地元の人たちに知ってもらいたいっていうのがやっぱ今回の趣旨でもある、うん、JFL のサイトかな、当日中継見れるんで、試合も見れます、はい、その辺はリンクを貼ってもらおうかな。そうだね、あの概要のところに、うん見てもらって、まあ、どれぐらいの、まあ、規模感でやってるものだっていうのもやっぱ理解していただきたいし、で、実際にね、どういう選手がプレーしてるのかっていうのも見れるんで、Jリーグだよ、十勝からJリーグのチームだよ、もともと私たちが見てたサッカーだとセリエあってさ、ミラノダービー、まあ、あれとはね、また根本的なところでは違うんだけど、北海道ダービーみたいなものだったり、そうだね、まあ、ゆくゆくは ね、 いいね、やっぱそういうものとかができると思うと、北海道自体も、ね、サッカー自体盛り上がりますし、やっぱそういうところを何年先か分かんないんですけど、そういうところの始まりって考えるとすごく魅力的な、そうだね、大会、うん、だと思う。第一歩ですよ、これは。絶対優勝しますか。絶対します。そこだよ、はい、そこ伝えていかないね、はい、もう次で3回目かな、いや、何回目かな、調べておきます、はい、調べておきます、うん、でも結構出てるんで、ね、ここに数字出してね、はい、結構出てるんで、うん、
まあ、なかなか全国でも一勝できるかとか、ね、北海道のチームちょっと弱いからっていうような評判だったんですけど、まあ、ここ 1,2 年でやっぱスカヤスの活躍もあって北海道のチームも全国で戦えるよっていうような評価も得てますので、今年はまあ全国で1番になって優勝して、GFA に昇格して北海道と十勝の皆様のね夢と希望を、はい、本当だ、うん、背負いながらちょっと戦いたいなと思ってますね。はい、熱いメッセージありがとうございます。熱すぎた。大丈夫、いいよ大丈夫。あ、大丈夫。そういうの欲しくて来てる。あ、本当。私たちは思いはすごい熱い、うん、熱い思いも少しでもみんなに知ってもらいたいと思って自慢チャンネルも活動しております。いや、ありがとうございます。絶対見てくれよな。見てるやつ広めてくれよな。そうだよね。しかも近くなったらね、インスタとかでもまた、あ、そうです、うん、見てくださいっていうアナウンサーするんで。そうです、ストーリーチェックして。ストーリーでストーリーで見てもらえる。チェックね、チェックして、うん。本当このチームすごく、まあ、僕が在籍して5年目6年目ぐらいになるんですけど、史上最高にいいチームですね今年のチーム、まあ、監督スタッフ選手含めてすごく人間性がいい選手も集まって、サッカー大好きな選手も集まってますし、まあ、何よりサッカーにかけて、まあ、仕事しながら大変な環境ながらサッカーにかけて帯広に来てくれて一緒に戦ってくれてる選手が、数多くいて、同じ目標同じ夢を追いながら戦ってる選手が数多くいて、最高の環境で最高の仲間と、地域チャンピオンズリーグ戦えるってことはね、すごく僕にとっても幸せなので、まあ、確信してますよ優勝するっていうのは、はい、必ず優勝をつかみ取って、まあ、このメンバーそしてね応援してくださる方たち含めてみんなで昇格してどん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 大きく羽ばたいていきたいなと思っております。ありがとうございます、はい、スカースの戦いは終わってないので、ここから始まるし、ここからの1ヶ月できることを精一杯やって一緒に戦ってください、お二人。そうです、ね、もちろん、もちろんです。お願いします、はい、北海道のみんな戦おう。お願いします。今のところもバチバチ。お願いします、はい、少しだけ、練習風景の方もね、チームの雰囲気と少しでも感じてもらえれば。ここでジマチャンネル初の試みでございます。はい、トカチスカヤス背番号9番プレ、テイク2できる。トカチスカヤス背番号9番山下亮介選手のユニフォームを1名の方にプレゼントしたいと思います。はい、サインも入れてもらいます。はい、XL、 あ、 XL でございます、サイズは。はい、応募条件については、はい、コメント欄に北海道十勝スカイアースを応援していますというコメントをしてください。その中から私がランダムに1人抽選させていただきます。はい、ぜひちょっとユニフォーム着て一緒に戦ってもらえたらいいなと思いますので、いいですよ、スポンサーもバッチリついて、はい、はい、ぜひコメントの方よろしくお願いします。お願いします。いきましょう、出ましたら、そこスプリント長い距離入るんで、その準備その準備、雰囲気からつけて絶対怪我なしよ今日ね。サイドステップ行きましょう、サイドステップ大きくゆっくり動かして動かして、腰回りも腰回りと股関節ね、姿勢に影響するんで気をつけて。組み合わせ決まりました。試合に向けて意気込みをお願いします。はい、いよいよ、チケツが11月に始まります。それに向けて、チーム一丸となって戦っていきたいと思いますので、温かい声援、そして必ず北海道から JFL のチームができるように頑張りますので、まず予選リーグ3試合全勝して決勝リーグに上がって、そして決勝リーグでも勝ち上がって必ず JFL に行きます。待ってろ JFL。 硬いな。もうちょいもうちょい。3戦全勝、まずは、まずは、うん、予選リーグ、しっかりとまず初戦に全てをかけて、大事、初戦大事、初戦をしっかりと勝って、しっかりと3勝できるように。なんかしっかりと言うね。しっかりと勝ちましょうね、本当に。はい、本当見てんだよ、はい、相手の人。あ、本当ですか。いや、本当に相手チームも決まりましたし、会場も決まりました。はい、絶対に昇格に向けてまず予選ラウンド突破します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。チケットの組み合わせが決まりました。僕たち北海道トカチスカヤスは、本当今年は試合が軒並み中止になってですね、全国での力試しの機会が全然なくてですね、ただトカチの中でしっかりと力を積み上げて日本中を驚かす準備を今整えてますんで、この組み合わせ本当に自分たちが運を引き寄せた結果だと思っているので、しっかり勝って優勝してトカチのみんなを元気にすると同時に日本全体を驚かしたいと思いますんで、皆さん応援よろしくお願いします。